今回の文化施設へ行こうは、金沢蓄音機関で行われている蓄音機の聴き比べ体験を紹介します。金沢蓄音機関では毎日3回エジソンが発明した蓄音機から技術改良により生まれた様々なタイプの蓄音機を聴き比べることができる実演コーナーが設けられています。ここにあるのが蓄音機ですが、電気を使いません。使いませんが大変音が大きいですね。それをぜひ今日は体験していただきたいと思います。さて、この蓄音機を発明したのはこの写真のエジソンという人でした。1877年明治10年にエジソンはこの蓄音機とレコードを発明しましたが、彼が考えたレコードは、これは老管レコードと言いますけど、今から100年以上前のものです。だけど今もちゃんと音出ます。さあ、100年以上前の人が一体どんな音を聞いていたか、ちょっと想像してみてください。いかがですか。100年前の人が聞いた音と同じ音今聞いたんですけど、結構昔の音の割には結構いい音だと思いません？こちらの蓄音機はちょっとラッパを取りますよ。音が変わります。取ってみます。小さな音でしょ。ラッパつけるとこうして音が大きくなる。だからもっと大きなラッパを使ったらもっと大きな音がするわけですね。こちらはポータブルタイプの蓄音機だそうですが、蓄音機電気使わないと言いました。つまり外に持って行ってもですね、いちいちコンセントを探す必要ないし、どこでもなる。コロンビアが作った最後の蓄音機です。71年前、昭和26年で1万2000円でした。月給月5000円6000円でしょ。給料2ヶ月突っ込んでやっと買える。まだ蓄音機高値の花だったんですね。聴き比べ体験では、このように蓄音機の歴史や音の違いを実感することができます。ぜひ金沢蓄音機お越しいただいて聴き比べを聞いていただきたいと思いますが、エジソンの100年前の音、一体どんな音だったか、ぜひご自分の耳で聞いてみてください。金沢蓄音機関に関するお問い合わせはこちらまで。